ドジャース5月1日ブレーブス、日本時間6日ロサンゼルス。ドジャースの大谷翔平投手は5日、日本時間6日、本拠地で行われたブレーブス戦で今季初の1試合4安打をマークした。マルチ本塁打でメジャートップに並ぶ10号となったが、打った瞬間にファンが総立ちとなる様子は壮観。映像がかっこよい。大谷さんのホームランで観客が立ち上がる瞬間のスロー映像たまらん。 と話題だ MLB 公式 X t t t w i e r が今季すでに10本塁打を達成しましたという言葉とともに10号を放つ大谷のスロー映像を公開。8回無視完璧に捉えたボールの行方を見守る大谷の後ろで一瞬の間を空けて観衆が次々と拳を掲げて大歓声とともに立ち上がっている。スローモーションにすると映画みたい。 すごいお客さんが総立ちでホームランが伝わりますね。確信しあるきと観客の反応の微妙な時差がたまらんね最高のカメラワークだ。打った後みんなが総立ちになる。本当に最高だよ。とファンも感激していた。